はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間における平面直線の方程式丸1をお送りします。で、ここからねタイトル変わって、でこのシリーズをね2本か3本取って空間ベクトル終了となります。で、このシリーズというかこのタイトルも問題演習をやっていく形になりますので、今回まず2問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は、垂直っていうのがキーワードになります。まず1番は、この点 A だね。こいつを通って、で、n ベクトル、これに垂直な平面の方程式を求めます。で、これに垂直っていうのは、平面ベクトルの時もやりましたけど、これの方線ベクトルって言います。垂直なやつね。で、その平面ベクトルの時と違うのが、平面の方程式を出せと。この部分が違うんですが、基本的にやり方は同じです。で、平面ベクトルの時にね、方線ベクトルが初めて出てきた時には、その、一応書くか。n ベクトル、方線ベクトルね。で、その求めたい p ベクトルマイナス a ベクトル、これの内積が0だよって。これを使ったんです。で、もちろんこれ使っても解けるんですけど、考え方としては。これ使ってというより、この考え方で解くことできるんですが、ここまで平面ベクトルと空間ベクトル長く勉強してもらったんで、もうね、暗算でいきましょう。暗算というか覚えちゃってください。で、もう一発で解きます。これはですね、まず XYZ を使うんですけど、 A を通るってあるでしょ。この通るっていう方と XYZ を組み合わせます。で、どう組み合わせるかっていうと、 X-1、Y-2、Z-3 を使います。つまりここの数字を引くんです。それぞれの XYZ からね、まずそれを使うと思っといて、 X-1、Y-2、Z-3 です。それと、この n ベクトルのこの3つをかける。だからどういうことかっていうと、x2 でしょ ?2 とさっき言った x-1 をかけます。これとさっき言った x-1 ね。で、次、-1 と y-2 をかけるんで、y-2 ってなる。で、-2 とさっき言った z-3 をかける。で、それがイコール0なんです。いい、これで OK。で、あとこれ展開してまとめて終了になります。平面の方程式ね。で、まとめると、配っていきましょう。2x。で、この部分は後で使います。ちょっと先こっちあるね。マイナス y。で、ここも配ってマイナス 2z。で、後ろの配ると、マイナス2、プラス2、消えますね。0だね。で、プラス6です。プラス6が残ってて、それ右辺に持ってくると、マイナス6。で、これが答えの平面の方程式になります。これだけなんだよっていうね。っていう感じ。これちょっと説明上で書いただけですけどね、今回はね。いきなりこれでいいでしょ。ここはね。で、2番。こっちのはちょっと難しいですね。で、問題はね、すごいシンプルなんだけど、3点。3つ点があって、これを通る平面の方程式を求めます。ちょっと前の動画でも話しましたけど、点が3つ、3点決まる、3点ね。決まると、平面って1個に定まるんだよね。2個だと定まんないんだけど。だからその3点を通るその平面の方程式を求めたいと。で、これはですね、やり方としてまた方線ベクトル使います。今、上とやったようなやつね。で、n ベクトル今回ないので、その方線ベクトルを、アルファベット何でもいいけど、ABC でいこうか、今回。こう置きます。で、ちょっとここ、板書量が多いので、全部、途中式書くわけじゃなくて、ポイントとして、ピックアップしてね、書いていきます。って思ったんですが、ちょっと待ってね。あれだ、焦点をね、戻しますね。よいしょ、申し訳ない。で、やっていくと、まず、これね、2つ式作るんだけど、先に書いちゃいます。n ベクトルと ab ベクトルが垂直なんです。より、もう一個。n ベクトルと、どっちでもいいんだけどいいか。ac ベクトルでいこうか。が垂直なんです。
はい、これ使います。で、これどういうことかっていうと、今じゃあ ABC その3点を通る平面があるとします。まあ、平面あるとして、こう平面ね。で、それと N ベクトルが垂直なんです。放線ベクトルで置いたから、自分で。つまりその平面の部分に柱が立ってる感じ、それが放線ベクトル、垂直だからね。で、この平面作ってるのって、まあ、三角形 ABC があるわけですけど、 AB ベクトルも BC ベクトルも CA ベクトルもどこでもいいですけど、どのベクトルももちろんこの平面の上にあるってことは、その一個の辺の AB ベクトル、この AB ベクトルね、 AB ベクトルとその柱の N ベクトルはもちろん垂直になります。だってその面の上にあるんだから。で、二個式を作りたいので、今 AB と AC 使ったんですが、これ BC 使おうが CA 使おうが構いません。今一応俺が好きでこれ使っただけなんでね。で、2個作ります。まあ、両方垂直だからさ。で、そうすると AB ベクトル、ちょっとメモろうか。 AB は後ろ引く前なんで、後ろ引く前 B から A を引きます。そうすると1の引くとマイナス2の2か、1のマイナス2の2、これが AB ベクトル、これとN ベクトルが垂直です。垂直ってことは内積がゼロなんだよね。で、内積がゼロ、内積はそれぞれ X 同士、Y 同士、Z 同士をかけて足す、それがルールだから、かけて A、 かけて -2B、 かけて +2C、 これがゼロなんです。垂直だからね、内積ゼロになるからさ。で、 AC も同じようにやっていくと、これ入ってるかな、右は。あ、大丈夫だね。AC も C 引く A、 後ろ引く前すると、104か、一応書いておこう、104で、これとこれの内積なので、 A、 B は0なんで消えてしまって、プラス 4C イコール0となります。でですね、この2個の式を使って、この部分を文字を1つにしたいんです。 A だけ、 B だけ、 C だけ、どれでもいいです、どれかにしたい。で、今これね、2番目の式を移行すると A イコールマイナス 4C になります。どうなる、もうこれ移しただけだ。で、この式を上の今作った式に代入すると、マイナス 4C マイナス 2B プラス 2C イコール0です。これをこれに代入した感じで、こっから B イコールほにゃらら C の形に持っていきます。そうすると、いや、これ待って、幅が使いたくないので、ちょっと待って、右に書こう。こっから B イコール、今ですね、これをマイナス 2C 持ってくると 2C だから、割るとマイナス C か、こうなります。で、 A イコールほにゃらら C、 B イコールほにゃらら C となったので、よって最初に置いた N ベクトル、ここねが、 A のところにマイナス 4C を入れれます。こうやって、あ、間違った、こうね。で、 B のところにマイナス C で、 C はもともと C だから、このまんまで OK、 C でね。で、こうなる。で、全部 C で揃えたんですけど、まあ、これは B で揃えても A で揃えてもいいんですが、 C で揃えたんで、ちょっと C を前に出します。マイナス4マイナス11と。で、今N ベクトルって0ベクトルじゃないので、 C も0だと0じゃないと。だから C をね、割ることができる。つまり C を割ると N ベクトルはマイナス4のマイナス1の1っていうことが分かります。今多分これ計算していくと4の1のマイナス1になることもあると思うんですが、最初のね、あと最後の式が絶対一致するんで、そこは大丈夫で、こうなる。で、結局何が言いたかったかっていうと、今これを通る平面でしょ、1個前のこっちの問題で、ほにゃららを通り放線ベクトルが分かってれば、これ出せるわけじゃん、平面の表定式。 ABC 通る点3つもあるから、どれ使ってもいいです。 A 使おうが B 使おうが C 使おうが、ちょっと今 A 使いますけど、これを通り、これ N ベクトル、これだからね、これに垂直な平面の方程式と同じだから、今こっちと同じ問題になったもん。で、さっきやったように、今これね、XYZ と組み合わせると X-1Y-1Z プラス1と、これを組み合わせてマイナス4かっ
個 x-1 で、マイナス y マイナス1、プラス z、プラス1か。で、イコール0と。こうなります。ちょっとね、狭くてごめんよ。で、これで展開すると、マイナス 4x。で、先やります。マイナス y プラス z イコール4。で、1だから5、6か。で、持ってくるとマイナス6だね。で、個人的にはやっぱここはね、正になっててほしいので、全部マイナス1をかける感じでマイナス処理をして、4x プラス y マイナス z イコール6と。ギリかな？あ、オッケーオッケー、入った。これでね、平面の方程式完成となります。まあ、途中でも言いましたけど、ここ何使うかによってとか、文字を何にまとめるかによってちょっとずれるんですが、この方線ベクトルが。多分符号が全部変わるんでね、変わってしまうんだけど、だから4、1、マイナス1の方もいると思うんですけど、最後ね、まとめれば必ずここにたどり着きますんで、まあ、こんな感じでね、ぜひやってみてください。では、今回は高校数学数 B の空間における平面直線の方程式丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2は、3問かなの問題演習用意してますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。